ご神体はあそこか。ルース、スイさん危ない。え、なんでスイがいるの。あ、ここでライブするって話だったっけ。そうかそうか、すまないな、人をたばかるのが癖なんだ。だがあの距離から銃を弾かれるとは思わなかったよ。大した腕だ。父さん、まだ俺をそう呼ぶのか。呼び返そうにも俺はお前の名を知らない。早くご神体を。でも隙がない。少しでも銃口をずらせば撃たれる。そうだ、賢いな。わざわざ歌姫に血を見せることもないさ。ここメテオフロートだけは音波の影響を受けないよう措置してやる。このまま一緒に絆計画後の世界を見るとしようか。どうしてだ父さん。アッカルドさんを殺してスイさんを、アラナさんを、数えきれない人たちを苦しめて、挙句みんなの感情を奪い去ろうなんて、なぜこんな残酷なことを。残酷か、お前が言うならそうなんだろう。俺も頭では理解してるよ。でなければ喜怒哀楽の演技などできない。何を言って。昔から不思議だったんだ、人が持つ感情に一体何の意義があるのか。喜べば妬みを生み、怒れば争いを生み、悲しめば無力を生み。頼む、俺はいらないと思うんだが、どうかな。感情があるから人間なんじゃないか。そうでもないさ。何しろ俺も人間だ。絆計画で感情を統一してしまえば皆同じ方向を向ける。争いがなくなる。お前のような繊細孤児もいなくなる。心配するな、絵に描いたような平和を作ってやるさ。神にでもなるつもりなのか。そういう発想は感情あってこそだよ。ただそうだな、人類が均一化されれば俺は唯一の子になる。そうなって初めて俺は本当の感情を得るのかもしれない。間もなく10秒前、三神楽海岸の皆さんと一緒にカウントダウンです。ご一緒に、せーの。正直勝ち目はないに等しい。それでも玉砕覚悟でご神体を狙うしかない。覚悟を決めろルーク。口笛。いいこと思いついた。これからは俺が口笛吹いたら。ああ、お座りしよう。やばい、これは熱い。おら、やば、ちょっとうるっときたわ。
同日夕方、三神楽海岸。ん？何も始まらぬが。モニター真っ暗になっちゃった。どうしたのでしょうか。遠目には特に異常は見受けられませんが。遠目にも異常わかるんじゃないの。やってくれたか。ありったけの要因をメテオフロートへ。ディスカードを一斉検挙する。丹波様、泉様、フーガ、俺たちの島は守られましたよ。チェズレイ、ファントムがお縄についたら恨みごとぶつけに行っといで。ちゃんと縁を切るためにもさ。結構です。縁を切るも何も今はあなた一筋ですので。ああ、それ掘り下げた方がいい？今の言葉のどこに掘り下げる余地が？ああ、ちなみにね、木馬さん、あの男がお縄につくようなことがあれば、それこそ隕石が降りますよ。やれやれ、嘘から出た誠ってやつか。ヒーローが二人って、そりゃ最強の相棒だよな。どんな悪党が来たってへっちゃらだ。父さん、そうだよ、僕らは最強の相棒だ。でも決して二人だけでここまで来られたわけじゃない。違う考えを持ったたくさんの人たちとのつながりが僕たちを支えてくれたんだ。死んだ親父の感情、故郷のガキどもの感情、それにこいつ、ルークの感情、全部つないで、全部抱えて俺は生きてる。人間つったらそういうもんだろ。絆ということかな。俺から見ればしがらみなんだが。確かに絡まって衝突したことも一度や二度じゃない。でもその度に結びつきは強くなった。絆を軸にして僕たちは成長できたんだ。父さんの計画を止めるまでに。衝突を避けてみんながただ同じ方向に進む。それじゃ何も生まれない。悪いな、俺には何も響かない。ただ計画は失敗だと、終わるんだと、そう思うだけだ。あ、父さんやめ。うん、最後の最後までこれかよ。あ、スイさん。そう慌てることはない。後ろをご覧。俺はミカグラポリス、なでしこも乗ってやがる。じゃあスイさんを頼む。うわそれが俺だというだけだよ。お
前とつながるのはこれ、ルック。父さん！ルーク！諸君、窓の外を見てみろ。ああ、綺麗だ。初めて見た時の何倍も、何十倍も。だろ？あの島は絆の宝石箱だ。君らが守り抜いてくれた。宝石なんぞ綺麗だと思う日が来るとはな。ありがとう。お父さんの分も言わせて。本当にありがとう。When the night comesいや、なんかなんだろうね、最初にやり始めた時ってなんか今までやってきたこういう文章を読む系のゲームとかそういうのとちょっと違うようなアクションもあり、アクションって言ってもまあ歩き回ってボタンを押す、タイミングよく押すっていう感じだけど、そういうのもあり、あと文章もまあなんだろうな、ちゃんと作られているというか、まあ物語がちゃんとしっかりしているという、なんかそういう愛の子の作品っていうことで、まあ話としてはあるもんだったと思うんだけど、話としてはっていうかごめん、なんかうまく言えないな、ゲームとしてはこういうものもあったとは思うんだけど、そこになんだろうね、このしっかりと漫画をこういう作品に落とし込もうっていう、わーお母さんか今の。父さんを理解できなかった。だけど今でも思ってるよ、小さい頃父さんとつないだって、あの絆が孤独な僕を救ったと。The sun
ごめん途中で中断しちゃったけど、なんかねこの、いやこういうシーンもそうなんだよな、なんか漫画がこうゲームに落とし込まれてるっていうような、そういう表現が割と新鮮で、プラスなんかね最初ストーリーが正直結構こう荒いものなのかなって、あの最初の方の船にいたボスのラップとかさ聞いてこう際物な感じなのかなと思いきや、一個一個っていう瞬間がもうどんどんね後半になるにあたりすごい増えていって、なんだろうな、やればやるほど先がやりたくなるゲームになってた。いや屋上での対決もそうだし、あ、というか、ごめん名前ど忘れしちゃったけどさ、あの強化したカジノのボスはもう絡んでこなかったんだ。後日談とかあるのかな、もしかして。なんかねサブストーリーというか別のこうバディミッション、バディストーリーか、バディストーリーとかサブストーリーみたいなものも結構アンロックされてたけど、メインストーリーしか今回の実況ではしてないので、もしかしたらそういうストーリーがあるのかもね、そのサブストーリーの中に。いやちょっと感想言い切れてないけど、これでやっぱエピローグ的なものがあるんだね。大祭神楽から3ヶ月後、三神楽島劇場街。特集です。あのディスカード事件から今日で3ヶ月が経ちました。強化に苦しんだ人々は解毒剤の効果もあり徐々に回復しています。ディスカードの息がかかっていた警察組織は新たな警視総監のもと立て直しに向けて動き出しました。そしてカリスマのアッカルド氏を失いディスカードに蝕まれたエースでは、アッカルド氏のご息女スイさんが後を継ぎ奮闘しています。アッカルド氏の夢を引き継ぎ、その夢を皆さんに届けるため日夜帝王学を学んでいる様子。ならばこのようなところでぐずついている場合ではあるまい。三神楽島沿岸部新舞花町公園。新舞花とか作ったんだ。あと5分だけクールダウンさせて。経営って本当に難しい。頭がパンクしそう。新社長早くもダウンって感じですか。歌にも勉強にも全力投球すぎるんですよね、スイさんって。映しちゃダメ、プライベートです。ねえ、うわ、こてつ。だったらさ、俺がやるよ、エースの社長ちょっと待って待って待って、マイカのトップだけじゃなくて、何、ブロッサムのトップもやっちゃう。コテツが全て支配しちゃうじゃん。え、コテツよ、何を言い出すのじゃ。だってエンターテイメントすごく楽しいもん、切りごまと同じくらいじゃあ早く大きくなって、楽しみに待ってる。あら、スイさんのタブレットじゃないですか。うん、メールの返信来た。あっち真夜中なのにこんなに早く。スイ姉ちゃん子供みたい。恋の力ってすげえ。こてつ、ませた口を聞くでない。これは特ダネの匂い。ほらほら、スイさん、そっぽ向かないで、インタビューさせてくださいよ。お、ルークから。
三神楽島、三神楽警察、警視総監室。おそこ、え、マジで警視総監になったの？すごいな、なでしこめっちゃ出世じゃん。刑事部長だったっけ、まあ、強いというか強い強いってなんだ、偉い役職ではあったんだもんね、今までも。へえ。警視総監、え、今蔵何してんの？リストでござる。階級が上のものリストでござる。まだこんなにいるのか。悪党の種はつきまじだな。摘発するには相当時間がかかるでござろう。仕方がない。我らが島のため、人のためだ。修羅の道など当然覚悟の上だろ、ゴンゾ。うん、心して取り組む所存。フーガ様の分も、シキ殿の分も、人々に贖い尽くしてまいる。三神楽島時計台前。わーい、お兄さん、こちら。待てカルド夫婦か今の影は。一方その頃、世界のほぼ反対側、某国犯罪カルテル支部。例の薬だ。ああ、確かに。ドレミファ確かに。そんなしどん、ちょっと通してね、カメラ入るからね。それでは告白をどうぞ。はい、私たちの本部はガリ国の首都ショーガーの3番地にあります。我々の密輸ルートはハスマリーの北の北東諸島を縫うように。目的を果たした後は催眠を解く、死に追いやらない。ええ、他ならぬあなたとの約束ですから。これ証拠になってんのか。なんだてめえらは。何って敵ですよ。あなた方邪魔なんです。この私が裏社会を牛耳る上で、美徳ある悪を極める上でね。何をわけのわからねえことを。ラコ、一丁上がり。しかし目指すは裏社会のドンか、野心家なんだから。10代の頃に一度頓挫した野望ではありますが、凄腕の相棒がいる今なら賞賛も十分かと。どうかね、俺みたいなゲスだとむしろ足かせになるかもよ。野望に乗っかれって誘われた時、こりゃ楽して守り手ができると思ったもの。お前さんの隣にいりゃ自然と非道な奴らを懲らしめることになるし、お前さん自身が道理に反することをした時もすぐとっちめられる。ああ、望むところです。どうぞ見張っていてください。制約もまた快楽、二人にしかなせない大業って燃える。燃えちゃうか。そんじゃ、ま、これからもよろしくね。
光あるところに闇あり、詐欺師の裏には忍びありと、人生わからんもんだ。だから未来が楽しみなんだが。表の世界はヒーローたちにお任せします。私たちは裏から彼らをお支えしましょう。いつかまた道が交わらんことを。あー、バディ2つで最後落ち着いたっていうことなのか。こっちのバディは。一方その頃、ハスマリー公国政府軍基地武器庫。これはどうしたことだ。武器が、我々の武器が。誰だそこにいるのは。これは貴様がやったのか。そうだ、てめえらと対立してる反乱軍の武器も全部ぶっ壊してやったよ。な、一体何が目的だ。捜査だよ。何、てめえらから情報を集めねえことには問題の根幹がわからねえからな。どんだけかかろうが対話してもらうぜ。俺とも反乱軍ともだ。ふざけるな。ふざけてんのてめえらだろ。何が対話だ。というか中佐殿、あの爪、あの鳴り、まさか貴様、あのビーストか。怪盗がなぜこんなことを。ビーストはな、怪盗とヒーローを兼任することになっちまったんだよ。だから耳かっぽじってよく聞け。俺はハスマリーから戦火という戦火を盗む。もうアーロンっていう名前にしたんだね、ルークじゃなく。この国を腐らせた長い紛争を終わらせる。そして今何と言ったかね。リカルド共和国首都エリントン国家警察本部。失礼ながら耳かっぽじってお聞きください。失礼だわ。僕はこの国を守るべき国家警察を立て直します。そのために戻ってきました。ディスカードとあなた方の癒着の証拠も持っています。以前の僕だとは思わないでください。僕はもう人の力の源を知っている。かつては背を向けたこの国で数えきれない絆を結ぼう。今度こそ全部守るために。でも最高の友人は君だ。ピンチの時にはいつでも背中を守りに行くよ。この口が言いやがる。ピンチになるのはそっちだろうが。どっちにしてもさ、また共闘できる日が楽しみなんだ。ピンチが楽しみだ。イカれてるが悪くね。じゃあその日まで。またな相棒。いいね。おお、これで終わりか。と待ってくれアロン。ちょっと待って、終わんないの。聞きたいことがあったんだ。はい。メテオフロートで父さんと最後に手をつないだ時のことなんだけど。はいはい。あの瞬間戻ってきた記憶がある。間違いだったら教えてほしい。18年前のハスマリー研究所、あそこには僕たちの他に。え？もう一人子供がいなかったか。え、待って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 、どういう、うん？
は、え、エンディングじゃないのかい。あ、もうこのクリアランク A はもうボタン押しだけなんで俺は全く悪くないと思っている。え、それはそれとして、え、ちょっと待って、新エピソード、それはわかる、サイドエピソードは今まで通り増えるでしょう。え、アルバムが実行可能になりました。体験したムービーや楽曲などが楽しめます。了解です。え、でもミッションコンプリートって言っちゃってるよ。これ一番右に持ってったら新しいのが増えてたりしない。サイドエピソード、え、なんか隠されたミッションがある。クロスさんの絆、もう一つの道へ。え、これなんか全然、これか。ちょっとはい、何かしらの結論は、え、ここで出んのかな。ちょっと待って、チラッと覗いてみよう。はい、というわけで覗いてきたんだけど、なんかどうやらね、後日談として、あの一番気になる部分、俺が気になっていた部分について進みそうな気配を感じたので、ちょっとね、ここで終わりにはしないで、もう少しだけ続けたいと思います。バディミッションボトンの実況、もう一つの道へ、このエピソード数10まで、ここだけは見て終わりにしたいなと思ったので、そういう形にさせてください。はい、ちょっと意外な展開。いや、なんかエンディングに行った時にあれで終わりなのかって思ったんだけど、ちょっとね、まだもう一ネタというか、もう一展開ありそうなんで、もう少しお付き合いください。では今回はこのぐらいで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。